こんにちは、バンビドーです。デラックス無双セーバーでいろいろロックシードはめて遊んでみましたが、もうここまで来たらですね、ここまでやらないといけないということで、今回はですね、左から、何だったっけこれ極みロックシード、本当に極みロックシードやった。あ、極みロックシードですね。と、昭和ライダー、昭和正式名称なんだ、昭和15ライダーロックシードと平成15ライダーロックシード、もうはめたいと思います。はい、もう、極みロックシードからいきますよ。戦国ドライバーじゃなかった、無双セーバー、あれあれ、無双セーバーで、こちらが、あ、電源は、おごそかな神聖な気分になります。フルーツバスケット、今回はこのフルーツバスケットいらない感じ、ここですね。とりあえずはめます。パカッてしてはめようか。わ、でかい。おー、ロックするよ。あら、ロックのボタンがここか。ロックは LOCK みたいな。ロックオン。おお、なんか厳かな音楽が鳴りました。神パワーということで、はい、問題はこれですわ。もう平成から手に取ってしまいました。平成15ライダー、まずこれで外務かな。外務、ガイムチャージ。ガイムパワー。ガイムパワーだって。ガイムパワー。よし、すみません、忘れてましたね。ロックオン。次、ウィザードで行きますか。ウィザード。音一緒かな。一緒よね。これ一緒よね。とりあえずフォーゼまで行っときますね。ロックオン。フォーゼ。ロックオン。シュッ。フォーゼ。チャージ。一緒ですね。一緒ですけど、ちゃんと個別の名前は言ってますね。それ素晴らしい。やっぱり盛りだくさんですな、このロックシード。では昭和ライダー、あれ、昭和ライダー、この名刺光るのがいいですよね。1号、よいしょ。台風の音が
2号があれかもしれないので、個人的に V3 にしますね。あれ、ちょっとバグってましたかね。X までしてみようか。よいしょ。あれ。はい、一緒の音ですね。ただ個別認識は一応しているという。はい、今回が最後になります。無双セーバーで遊び尽くしました。平成15ライダーロックシード、昭和15ライダーロックシードと、このままでは立てない、極みロックシードを、入れてみました。ご視聴ありがとうございました。